こんにちは、こんばんは。アトリエトークへようこそ。ココアートのアトリエからアトリエ雑談をお届けしています。よろしくお願いします。今日は質問募集にいただいたご質問をもとに動画を作っていきたいと思います。ご質問をいただいたのはアカシアの雨さんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと前のめりで失礼いたします。やっぱり前のめりになると龍がお口をペロペロしてくるので普通に戻ります。それではご質問を読んでいきたいと思います。絵を描いています。悩んでいます。質問が場違いだったらごめんなさい。マーケットに飛び込んで絵を描いていけたらと密かに思っているのですが、どう始めていけばいいか知識がありません。そこで質問です。アートマーケットに飛び込む第一歩としてどのようなアクションをすればいいでしょうか。漠然と個展をすると企んでいる状態ですが、どこでどのような個展をしたからといってそこから展開していくものなの。そもそもキャリアのない僕が個展をすることがナンセンス。悩める小心者の僕にアートマーケットの第一歩となるアドバイスをお願いできたら幸いです。抽象画を描く旅する絵描きアラサーより。アラサーだったら何でもできるんじゃないですか、まだお若い。アートマーケットに飛び込むということは絵を仕事にしたいということですよね。公募展に応募してなんか賞を取って展覧会に絵を出して団体展で展覧会をするというよりも、個展とかで絵を売ってそれを仕事にしていきたいと、プロのアーティストになりたいというふうに受け取らせていただきたいと思います。このことに関してはココアートチャンネルでも、画家になるにはとか好きなことで生きていくにはという動画でいくつかこれ系の動画を作っているので、そちらをご覧いただいた上で今回の話を聞いていただけたらよりいいかなと思うので、もしまだそちらをご覧いただけてない場合はココアートチャンネル空白画家になるには、ココアートチャンネル空白好きなことで生きていく、そんな感じで検索してもらったらいろいろ出てくると思います。またはココアートチャンネルの再生リストにアートの豆知識、そういうのもあるのでそちらも合わせてご覧ください。昔は本当に絵描きになろうと思ったらいろいろな画廊に絵を持ち込んで認めてもらって開催してもらう、そういう流れがあったと思うんです。そしてここ日本では貸し画廊という文化もあるので、自分で画廊をお金を出して借りて、そこで個展を開催して、そこにいろいろなギャラリーの人に何とか来てもらって見てもらって画廊の所属になるっていうのが一つの流れだったと思うんですけれども、今は個人がいろいろ自分で発信していくような、そんな時代です。というか私髪の毛に絵の具がついておりました。申し訳ありません。もういつもよ。だから本当はアップにして描かないといけないのに、アップロードでは何本か前になると思うんですけれども、さっき白塗りするときに絵の具がついておりました。申し訳ありません。この辺気にしないでいきたいと思います。どうかこの辺気にしないでください。そしてそもそもキャリアのない僕がっていうんですけれども、最初はみんなキャリアがないです。誰もキャリアがないので、そこは安心して大丈夫だと思います。今は本当に個人が発信していく時代なので、インスタグラムとかいろいろインスタグラムとかいろいろなアートサイトで自分の作品をまずいろんな人に見てもらうところから始められてはどうでしょうか。いきなり個展をしてもきっと誰も来てくださらないと思います。ファンがいない絵描きの個展は多分ご親戚の方とかご家族の方とかお友達が来るような、そういう個展になると思うんですね。そこでおぎりで1枚2枚売れたからといってその後プロでやっていけるかって言ったらちょっとそれは難しいと思うので、まずは自分の作品を理解してくれる人を見つけるようにした方がいいと思います。今は幸いこの YouTube もあるし Instagram もあるし、個人でいろいろな発信ができる時代なので、あの手この手で思いつく限りのいろいろな露出をしてみてください。そして自分の作品を真に理解する人をちょっと見つけてみてください。そして抽象画を旅する絵描きアラサーということなので、抽象画を描いてらっしゃると思うんですけれども、ここ日本では特に抽象画でやっていこうと思ったらある程度の覚悟が必要になってきます。抽象画であなたのオリジナリティを出そうと思ったらかなり難しいと思いませんか？抽象画で例えば100枚あなたが抽象画今描いたとしたら、抽象画を描いて100枚の抽象画どれを見てもあなただっていう風に分かるような、その個性とかオリジナリティを出していくっていうのはかなり至難の技だと思うんですけれども、私は無理とは言いたくないんですね。これは不可能ですとかそういう無理とかネガティブなことは言いたくないんですよ。なので難しいかもしれないけれども、どんな抽象画かはちょっと分からないんですけれども、どの絵を見てもあなたらしさ、どの絵を見てもあなたの独自性みたいなのを出せるようにちょっと頑張ってみたらどうでしょうか。そしてあの手この手でいろんなところで露出を
していく、そしてやり続けることが一番大事だと思います。書き続けること、発表し続けること、出し続けること、それが一番大切だと思います。あとはココアートチャンネルでも画家になるにはっていうカテゴリーでいろいろお話ししているので、そちらをご覧いただいて、またわからないことがあったら、私で答えられることがあったら答えていこうかなって思っています。この他にもこのアートマーケットの裏側とか、アートマーケットの厳しさっていうのもあると思います。そういうこともおいおいこのチャンネルでお話ししていこうと思います。今までは作品紹介とかアートの話も織り交ぜてココアートチャンネルでお話ししてたんですけれども、これからはアートマーケットの裏側とか、アートの世界の業界のこととか、こういう画家になるにはっていうことも、何かのきっかけとかご質問とかいただくたびにいろいろお話ししていこうと思うので、引き続き動画をご覧いただけたら何かのヒントにはなるのかなと思います。中にはこんなこと聞きたくなかったなっていうようなこともお話しするかもしれません。でもそれが日本のアートマーケットの現状ということで聞いていただけたらと思います。はっきり言って日本のアートマーケットはまだまだです。まだまだ未成熟。ギャラリー自体も全然です。画廊も全然です。何にもできてないと言っても過言ではない。過渡期にもなっていないかもしれない。日本でトップギャラリーと言われるところも迷いながら経営しているような状態なんです。最近聞いた話でも、めちゃくちゃ有名で世界的に有名な画家を輩出したアートプロデューサーがいるような有名なギャラリーでも、最近ちょっといろいろ手を出しすぎて金銭が圧迫してアーティストにマージンを払えてないギャラリーもあるって聞きます。私もこの業界に20年以上いるんですけれども、いろいろなことが耳に入ってきます。そういうことも皆さんにお話ししていこうと思います。そのことを知ってなお、それでもアート活動をしていきたい、アートマーケットでプロになりたい、そういう強い意志があったらどんな形でもプロにはなれると思います。ファンはつくと思います。そのくらい強い意識を持って、自分がこういうことを伝えたいんだ、こういう絵を描きたいんだ、これを描いてみんなに分かってもらいたいんだって、そのぐらいの強い思い、もう描いただけでは物足りなくて口でも溢れ出るぐらいのその思いを絵にしたら、絵がどんどん強くなっていくんじゃないかなって。リアリズムにしても抽象画にしても、私みたいなイラストのような絵画にしても、一番大事なのはオリジナリティと力強さと魂だと思うんですね。やっぱり絵を見た時に何か強さを感じたりとか、絵を見た時に訴えかけるような、それはパソコンとかこういう動画で見ても何も伝わらないけども、実際の原画を目にした時に見た人が何かしらこう心にずしんと何かが来るような、そういう絵を描けたらいいんじゃないかなって思うんですね。だからどのような作品を描くかわからないんですけれども、絵の世界はとても厳しい、中でも抽象画というのはもっと厳しいと思って、それでもやっていきたいと思う強い思いがあれば、どん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 絵を描き溜めて、いろいろネットで配信したらいいと思います。まずは自分のファンを作ってください。自分の絵の理解者を作ってください。そして次に自分の絵のコレクターを作ってください。今は本当にインスタグラムとか動画でもいろいろ配信できるので、その強い思いをネットで配信して、少しずつファンを貯めていってください。それから固定しても遅くないと思います。まだアラサーということなので全然遅くないと思います。まずは書き溜めて、その書き溜めたものをネットで配信して、ファンを作る、理解者を作る、そしてあなたの絵が欲しいっていうぐらいまで思ってくれる人を作っていく。そうやって自分の世界っていうのを広めてください。自分の世界観を作ってください。自分のオリジナリティを作ってください。その上でこのアートマーケットの厳しさっていうのも、これからおいおいお話ししていきたいと思います。なんか1回ではなかなか語り尽くせないような、そんな内容なんですけれども、これからもこういう系の話もどんどんしていきたいと思うので、またわからないことがあったらいつでもコメントください。動画でお答えさせていただきます。今回アカシアのアメさんという方のコメントにお答えしたんですけれども、この方だけじゃないと思います。アートマーケットに飛び込んでプロとしてアーティストになっていきたいと思う方もたくさんいらっしゃると思います。ココアートチャンネルの方でもたくさん動画を出しています。その動画に関しては下の説明欄にも再生リスト貼っておくので、よかったらご覧ください。最後までご覧いただいてありがとうございました。アトリエトークでした。それではまた。